大学行くの意味ねえんじゃねえ発言についてですね、クソリプがいっぱい飛ばされてくるんで、それについて簡単に解説したいと思います。大体ね、一番最初に来るのが、堀江お前が大学行ったじゃねえかよ、みたいなことをよく言われるんですけど、僕が行ったのはですね、今から30年以上前。1991年入学なので、その頃っていうのは、まあ一応インターネットね、アメリカの一部とか日本の本当にごくごく一部にあったにあったんだけれども、まあ今のようなインターネットの形ではなくですね、インターネットで世界中の人たちがつながれるような時代ではもちろんないし、ウェブサイトもまあないし、SNS もないし、スマホもないっていうような時代なので、インターネット使い物になりませんでした。まあ知的好奇心を満たしながら、本当に大学レベルのですね、勉強する、あるいはそういったレベルの人たちとつながれる、あるいはそういった知識を持つ、まあ、大学教授レベルのですね、知識人とつながる手段っていうのは、本を読んでいても本のね、作者と会えるわけでもないですし、その人に直接教えを請うわけでも、請えるわけでもないので、大学行ってですね、会うしかなかったわけです。自分と同じ知的レベルでですね、議論し合えるような仲間もですね、今でこそね、SNS とかで簡単に繋がれますけれども、当時はそういったものもなかったし、オンラインサロンもなかったし、メールマガジンもなかったし、Facebook グループもありませんでした。今はある。今はあるので、そういった知的好奇心を満たすだけ、だったら、まあ、本に書いてあるぐらいの内容であればですね、もう今、Kindle で、ね、世界中の本がですね、デジタルでみんな読めますし、世界中の論文がですね、英語読めなくてもですね、DeepL とかで翻訳すればですね、長文の、論文なんかもですね、ほとんど、まあ、日本語で読めるわけですよね。で、もう大体意味わかるわけですよ。原文と日本語が当たればですね、大体中に書いてある内容とかわかるんで、もう手を動かさなくてやれるレベルのことはですね、ほとんどネットで完結するような時代なんですよね。そもそも本読んでわかんねえやつ大学来んなよっていう、大学は高等教育機関なんで、高等教育研究機関なのでですね、そのレベルのやつらが来る必要ないわけですけど、今ね、もうほとんど、その知識レベル、大学のですね、本当に基礎的な知識レベルであればですね、本当に大学行かなくても、ネット上で、入る知識、そしてそこで得られる人脈ですかね。そういったもので得られるような時代になりました。で、なんかね、サークルがどうのこうのとかね、キャンパスライフがなんて言ってますけれども、わざわざ同年代のやつしかいない、しかも未熟なやつですよ。社会にも出てないようなやつらとつるんだところでですね、得られるものは全然少なくて、今やもう SNS で、もうオンラインサロンなんかもありますし、いろんなところでですね、大人たちと会った方が、面白いことやってる大人たちと会った方が全然成長できるし、何より楽しいと思いますね。やはりそのベクトルが違う人たちと無理やり合わせようとしてもですね、多分ストレスの方が多くてですね、人にね、なんか、よく学校とか行っててですね、対人恐怖症になったり、不登校になったりする人いますけど、それは自分と、まあ、合わない人たちと無理やり合わせようとするからそういったことになるんだって、今の時代ね、別にその集団生活なんかできなくても、仕事はいくらでもあるし、生きていけるので、わざわざそんな集団生活のところに飛び込んでですね、自分の、心を病んでいく必要なんかないんじゃないかなっていうふうに思います。